様こんにちは、こんばんは、ゆうすけです。いつもゆうすけの音楽をお聴きいただきましてありがとうございます。今回は、昨年2023年の11月に和歌山で開催させていただいた癒しのピアノサロンコンサートの即興演奏の模様をお届けいたします。どうぞお聴きください。Thank you.
お聞きいただきましてありがとうございます。おかげさまで、今年2024年の癒しのピアノサロンコンサートは、すべて開催が終了しておりまして、来年の2025年の3月2日の東京、3月16日の京都、そして6月22日の東京と演奏会の、方が決定しております。早々にお申し込みいただいている皆様ありがとうございます。まだ、前方のお席の方もですね、ピアノに近いお席も空いておりますので、もしよろしければぜひ、お申し込みいただけましたら嬉しいです。今回からですね、チケットをお申し込みいただいた皆様には、特典として、特製のポストカード、こちらを、2枚ずつお付けしております。ぜひ演奏会に遊びに来ていただけましたら嬉しいです。そしてグレースフルミュージックのイベントの方も、今年11月23日の土曜日祝日と12月22日の日曜日に開催が決定しております。グレースフルミュージックホームパーティーというイベントで、グレースフルミュージックを一緒にさせていただいている、メンターで、ヒーラーで、そしてアーティストでもある、グレースあやさんと、ご一緒させていただいております。こちらのイベントは、グレースあやさんによる、お一人お一人へのチャネリングメッセージと、そしてゆうすけによる即興演奏、こちらもお一人一曲ずつ、弾かせていただいて、でそちらをですね、後日編集してデジタルアルバムに収録しまして、皆様に、お届けするという、楽曲とメッセージをですね、オーダーメイドでお作りするようなスペシャルな、ホームパーティーとなっております。11月23日の方はですね、会場が、栃木県宇都宮市の宇都宮美術館さんの中にございます、カフェパレットさん、そして、12月22日の方は、同じく栃木県宇都宮市にございます、グレースヒーリングスクールで開催をさせていただきます。12月の開催につきましては、Zoom によるオンライン参加も受付しておりますので、なかなか遠方で参加できないなっていう方は、ぜひこの機会にご参加いただけましたら嬉しいです。ただですね、ちょっと Zoom ですので音が途切れてしまったりということがございますので、その点は、ご容赦いただけましたら幸いです。音源の方はですね、ぜひ、後日お送りするアルバムの方で楽しみでいただけたら嬉しいです。今年の夏はね、本当に暑かったんですが、やっと少しずつ涼しくなってきて、だんだん秋も深まってきました。皆さんぜひ、この秋の素晴らしさを楽しみながら素敵な日々をお過ごしください。そして、くれぐれもお体大切にお過ごしください。いつもゆうすけの音楽をお聴きいただきましてありがとうございます。ゆうすけでした。